私は中部国際空港セントラル、セントレアにいまして、今国内便で、到着したんですけども、カードラウンジ到着便の、航空券に入れますので、今回はカードラウンジ見ていきたいと思います。ちょっと私もこのセントレアを初めて来ますので、ちょっと楽しみになっています。それでは見てみましょう。はい、出発ロビー3階に着きました。これからね、カードラウンジの方に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。それにしてもセントレア、むちゃくちゃでかいですね。私初めてなんですけど、こんな大きいと思ってなかったですね。ですね、セントレアの、3階になりますね、出発ロビーですね。ここのG カウンターと、もう一個見えない、 G カウンターのこのメインのルート、こっち側に、エスカレーターがあります。でここに案内場があるんですけど、一番下のカードラウンジってとこですね、それを見ていただいて、歩いていくと、カードラウンジの方にね到着します。で、ここのラウンジはですね、カードラウンジなんですよね。クレジットカードで入れる、各ゴールドカードもね入れるラウンジとなっているんですけども、なんとビールが飲み放題なんですね。いや、カードラウンジでビール飲み放題ってすごいですよね。入れるカードがこんな感じになってます。野々村様、ご確認したことがございます。恐れ入りますが、搭乗口20番窓をご紹介ください。知らない人結構多いと思って、前も言ったと思うんですけど、ラウンジ自体はですね、到着時でも使えますので、出発時でも使えます。それだけ押さえておいてください。なので、名古屋に、なんかの航空券で到着した際は、ここ制限エリア外にありますので、誰でもね利用することができます。
まあ、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。